はい、2019年5月、令和元年5月ですね、新刊が発刊されましたのでご紹介をいたします。社長の裏技、年金をもらって会社にお金を残すと、こういった本です。で、帯にはですね、9割の社長が知らない得する在職老齢年金のもらい方ということで、内容が一部紹介されています。社長の年金は経営上の重要課題、経営者の年金の仕組み、報酬が高いともらえない年金と高くてももらえる年金がある、どのくらいもらえるか、年金をもらう注意点と、こういった内容になっております。で、そうですね、第1章から第8章あたりまではね、60歳以上の社長さん向けの内容になってますが、その後第9章は若年社長さん向けの選択制確定拠出年金を使った老後資金確保、あるいは、第10章は税金面で優遇されている共済制度の活用という内容について書いてますしね、あと11章は助成金を使って働き方改革を実現し生産性向上、業績アップをという内容になってます。ですから、後半部分はね、50歳代以下の若年の社長さんのお役にも立つと思っております。ご参考になさっていただければと思います。